じゃん、ロストしたのが昨日で、今日のね午後一で買ってきちゃいましたね。まあ全く同じで、前回はねクライマーコンボだったんですけど、今回ほら逆だ今回はね、スタンダードモデルになりますね。一応検品して開封済みになってるんでっていう話はされてたんで、ちょっとね仙台市内の、ドローンショップ仙台っていうところでね、屋さんで、購入いたしました。なんかアマゾンで買ってもね大して数百円っていう金額しか買わなかったから、ちょっと昼間ね仕事がなかったんで、行ってきました。いやよかったよ、またやる気が出ますね、これでね、単調な俺の動画に、ちょっとはね、変化をつけてくれるんじゃないでしょうかからも、まあよろしくお願いします。